じゃあ、翔太です。今回は、11月2日のユニオンクロスの方針情報について見ていこうと思います。まあ、ただ、先に、こちらですね、11月の全体の予定を見るとですね、まあ、今日が11月2日で、まあ、ちょっとこれだけのいろいろいろなイベントがあったんですけど、一番見てほしいのが、ですね、こちらですね、11月23日にブラックフライデーキャンペーンが来て、これ去年めちゃめちゃ、まあ今となっては微妙かもしれないですけど、覚醒メダルがめちゃめちゃ安く買えたりだとか、めちゃめちゃお得なセールだったんで、ここまではジュエル温存しておいた方がいいかなと個人的には思っております。で、まずなんですけど、メロディーオブメモリーっていう新しいリズムアクションゲームが出たらしいんです。で、出るらしいんですけど、そこでこの SB プラプラのメモリーオブメモリーか、バージョンの帰りがプレゼントされます。で、この条件がこれから出てくる、ステントグラスの10、11、12、13、シンデレラ、白雪姫、ベル、オーロラのうち4枚以上取得されている方が、対象になっております。で、4枚ごとに、このメダル1枚と専用覚醒メダル100枚もらえます。で、これ私2枚欲しいですね。まあ、ちょっと性能も言っちゃうんですけど、 SB プラプラのカイリですね、最大攻撃力 52,148 で、倍率 72.66 になってるんですけど、一旦全メダル攻撃力プラス 13,000 の、バフ、光バフ系全盛り、光デバフ系全盛りで、ゲート 230% ゲージ3回復、カウント減少なし、全ての属性に対して有利で、まあ、アビリティゲージ3なんで、まあ、実質0ですね。で、すべての属性に対して有利で、なおかつこれ、SB に全メダル SB 復活ついてるんですよね。しかも3ターンですよ。全メダル攻撃力1万。で、こちらも光バフ全盛り、光デバフ全盛り、言うと 320% アップ。はい、全メダル SB 復活が出てしまって、さらに最強の性能ですよね。全メダル攻撃力プラス13,000、3ターン全メダル攻撃力プラス1万ついてるんで、めちゃめちゃぶっ壊れだと思います。私2枚多分取りに行くと思います。で、まず、ステントクラスの10なんですけど、マジック一旦攻撃力プラス1万ですよ。あ、これもう新時代ですね。新時代来ました。5周年メダルもう食われましたね、これで。最大攻撃力 51,829 で、マジック属性メダル 12,000 アップで、光のマジックバフ、光とマジックでバフついてます。で、まあ、ゲージ3回復、カウント減少なし、クリティカル、25% アップで、クリティカル出ると 108.25 倍まで出ます。めちゃめちゃ強いですね。で、まあ、SB はマジック属性一旦攻撃力プラス 14,000 ついてます。めちゃめちゃ強い。で、次に、ステントクラス11なんですけど、まあ、先ほどとほとんど同じような性能で、違うところが、スピード属性の反射 15% になっています。まあ、それぐらいなんですけど、スピード属性 15% 反射ぐらいなら、まあ、正直バニタスでいいんで、この11はいらないですね。で、続いて12。ああ、これも強いですね。最近なんか、2ターンの、攻撃力プラスバフがまた見直されてきてると思うんですけど、こちらのキャラは2ターンスピード属性の攻撃力プラス7000。ロクサスより高い。ロクサスより高いか。で、自分の光、スピードバフ、デバフ。で、ゲージ3回復、カウント減少なしな連続アタック。で、弱点特攻の、スーパーバースター、攻撃力プラス8000、スピード属性2ターンですね。続いてます。まあ、でもこれもいらないですね、私的には。で、私的に、そうですね。弱点特攻もついてないんで、アビリティいらないです。私が待ってるのはこの13ですね。13って誰だったっけ？オーロラ姫、私狙ってます。
なんでかっていうと、アビリティに弱点特攻がついていて、一旦パワー属性のメダル攻撃力1万2000。で、光のパワーバフ、光のパワーデバフ、全部盛りで、ゲージ3回復、カウント減少なしのアレン続アタック、86.60 倍。で、スーパーバーストの方はパワー属性メダル攻撃力一旦1万4000アップ。で、まあ、バフでバフついてるって感じになるんで、完全に私の今使っているリークの上位互換のような動きになってしまうんで、まあ、5周年リークはここでおさらばしようかなと思っております。こいつ一番私、今気に入ってますね。まあ、ただですよ。このカイリー、メモリーオブメモリー取るためには4枚取らないといけないので、まあ私8枚取らないといけないんですよね。なんで、まあちょっとどれを8枚も取るかはちょっと考えようと思います。全部2枚ずつでもいいと思ってます。で、チケットドローが来ますね。SB プラプラの王様が、10もらえます。ドローチケットを入手して、これどれぐらいの確率なんですかね。まあ、はい。あ、10回目確定ですね。はい。ドローチケットを集めてもらって10連で確定なんで、王様、皆さんゲットしてください。で、本日限定の超得ドロー10枚すべて SB プラス、ステータスボーナス以上っていうのが来るんですけど、これ、初心者の方にはおすすめなんですけど、正直、さっきのカイリを狙った方がいいと思うんで、ここにジュエルを使うよりは、このステンドグラスガチャに使った方がいいかなと思います。あ、で、このガチャあれなんですね。はいはいはい。あ、まあ、ちょっとこれは、まあまあいいや。あ、このガチャ値下がりじゃないんですね。最近、値下がりで100連で10回目確定が多かったっていうか、これからそうなっていくと思ってたんですけど、マジか。ということは1枚3万ジュエルやから最低12万ジュエル必要なのか。結構やばいな闇が深いな。で、今週の収課金は1日1回プレミアム無料ドロー、あ、リニューアルされたんですね。で、ベイマックスよりヒロアバターで、あ、スキルにあた XL7100% 来ますね。で、ドローチケット10枚もらえて虹色の魔石がもらえます。まあ、これだけなら今週は収課金しなくてもいいと個人的には思いますね。はい、今週の収穫券は正直いらないと思います。と思ったんですけど、そんなことないです。これやばいです。モーグリショップのお得な商品。これか。これだけで今週収穫券する価値ありますね。各100ジュエル。これ、この5大覚醒各100ジュエルです。やばいです。で、スキルボードが、来ますね。あ、このルクスボードいいですね。あ、めちゃめちゃいいな。私これ多分買うと思います。なんでガードアップだけ最新じゃないのかが腹立ちますけど。あー、まあ、ルクスにアタイクセールも6か。さっき7やったもんね。で、B の方は攻撃型なんですけど、私攻撃の方はあんまり困ってないんで、まあ、取らないと思いますね。で、アバターボード。はい。サリーブーコス、ベイマックススーツコス、白スーツコスが来るんで、まあ、欲しい、見た目欲しい方は取ってもいいんじゃないでしょうか。はい。で、ドローチケットを集めて300連以上のチャンス。そんなあんの？あ、10回目って100連ってことか。そっかそっか。あ、じゃあ3枚もらえる可能性があるんだね。で、先月に引き続き、今月も毎週月曜日に3000ジュエルプレゼントになります。これはいい心がけだと思います。で、ログインボーナスでドローチケットがもらえます。ログインボーナスでもらえるんで、受け取りは24時間限定。これ、罠ですね。めちゃめちゃ気をつけてください。で、アバターコインが回収されます。
アバターコインを消費して報酬を入手できるボードを複数追加しました。各ボードからはキーブレードブーストや、おーおー、パワースピード、マジック、核属性ブースト、強化素材メダルなどがニュース。私、めっちゃ余ってるけど、もう使い道ないんやけど。ちゃうわ。アビリティマックスのキャラを売ることで、そうかそうか。思い出した。で、本日限定のユニオンクロスアクセル戦があるんで、皆さん本日中にやってください。気をつけてください。で、ゲリライベントも本日来ています。気をつけてください。で、ガーダーマ討伐戦で、まあ、うるわしの魔石とかドローチケット、神秘の魔石、アバターコインがこんなところに入るようになった。アバターコインもらえます。で、デザイアランプチャレンジでドローチケット、魔石、アバターコインもらえます。おもろいな。はい。まあ、あとは、いろいろって感じですね。ルクスランキング。今週、ルクス、個人ルクスランキングにドローチケット最大10枚が来ましたと。はいはい。はい。以上になります。まあ、とりあえず今日は、今週はまず、週課金。モークリショップがやばいんで、週課金しなさいっていうのと、メロディーオブメモリーの会議がぶっ壊れすぎるんで、まあ、私はどれかは、4枚は取りますね。ちょっと値下がりだと思ってたんで、いけるかなと思ってたんですけど。まあ、オーロラ2か3か4かですね、私は。って感じです。あ、これですね。まあ、これからもユニオンクロスの動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。